戦場に到着。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。素材習得。大丈夫？あなたの崩壊エネルギーに異常な消耗があったか？待って、敵に遭遇したの？崩壊獣？見たことのない生き物。でも敵意があるのよね。こっちは道が陥落したせいで少し時間がかかりそう。しばらく支援はできないわ。こういうと怪我はない？そうね、あなたの腕なら問題ないか。死んでも十分気をつけてね。わかった。了解。隊長、出撃させてください。資料は全て頭に入っている。隊長、目標を発見しました。遅い。了解。わかった。了解。準備はできている。素材習得。こっちも敵と戦ったわ。あなたの言った通り、あれは崩壊獣じゃない。なんて言えばいいか、どちらかというと、ええ、体の構造は人間とそっくりだった。でもやっぱり変だと思うの。あの見た目、自然や科学の産物というよりも、幼い子供が夢の中で想像したような、いろんなものを寄せ集めた怪獣。これらのデータを本部に送ろうと思うわ。きっと司教様と博士が興味を持つはずだから。そうだ、今どこにいるの？任務に集中しなさいよ。調査が一段落ついたら戻ってきなさい。
じゃあまた夕方に。了解。わかった。こちらの勝ちだ。わかった。了解。こちらの勝ちだ。素材習得。了解。わかった。了解。これ。お帰りなさい。うん、今日入手できた情報はまずまずよ。聞いて驚く。レーザーであのバリアの形を確かめてみたわ。結果、私たちが予想していた円柱ではなく球体だった。情報と都市変炎の底部、レーザーを当てたら明らかな変異が発生したわ。あくまで予想だけど、このバリアの中心はおそらく。ええ、そうよ。セントフォンテーヌに起きた不思議現象は全てあの天空島と直接的に関係しているようね。それと見たことのない怪物、集めたデータを本部に送ったわ。アインシュタイン博士が分析してくれる手はずになってる。終わり次第。それでそっちは何か収穫あったかしら。はっきりしないわね。あなたらしくな。価値のない情報だと思えても何か手がかりが隠されているかもしれないから、行ってみるといいわ。
なるほどね。地図が正しいのなら面倒が省けるわ。あの赤い結晶は確かに妙ね。データを本部に送って研究してもらうようにする。今日は情報をたくさん入手できたけど、最も重要な情報、ベルトさんの行方については未だ手がかりなしね。今ある情報をもとに対策を決めるわ。一緒に考えてくれる？本部からの返事が届いたわ。司教様が直々に連絡を取りたいそうよ。指示によると、私たちはこれから崩壊エネルギー探知装置を全て持って高地を目指すことになるわ。その後、場所はもう選んである。あなたが調べたサード駅からそう遠くはないところよ。歩きながら話しましょう。